これにて稲富君の質疑は終了いたしました。次に野田義彦君、はい、野田君。立憲民主党の野田義彦でございます。大臣におかれましては今一番ハードな日程をこなしているときだろうと思います。予算編成仕上げて、そしてその審議、大事な局面で1日7時間は委員会室に箱詰めになるという状態、これなかなかハードですし、加えてその合間を縫ってこうした税法の議論もしなければいけないし、時折閣僚の中でも財務大臣って海外出張が多いお仕事ですので、そういうことも重なって本当にハードだなと思いますが、あまり疲れを見せないタフネスぶりには敬意を表したいというふうに思います。先ほど櫻井議員も取り上げましたけれども、私も G20、 今回サンパウロの G20 の財務大臣中央銀行総裁会議に大臣が出れないことは残念だと思います。残念だとは思いますけれども、今回はやっぱりやむを得ないなと思うんですね。2年前にちょうどロシアのウクライナ侵攻の直前の時にインドネシアで G20 がある時に、なぜ大臣が出ないんだということを質問をさせていただきました。ご記憶があるだろうと思います。時は今日の日程よりもちょっとはるか前だったんですよね。でしかもジャカルタですから、今回のサンパウロに比べれば比較的行き帰りも可能な範囲だったと思います。で当時の国対委員長の馬淵さんに確認をしました。政府から大臣に海外に行かせてくれという要請があるかといったらないと言うんですよ。だ与党にもなかったようだったので、もう最初から行く気がないのかなと思いまして、心配だったもんですから、こういう大事な会議には出た方がいいですよと、行くなとは我々も言いませんよと国対委員長にも確認をして質問をさせていただいたんですね。で今回はそれと違ってですね、日程的には28、29の G20 ということで、これは大事なテーマがいっぱいあるんですけれども、残念だとは思います。飢餓、貧困、格差、気候変動、あるいは IMF とか世銀の気候改革などなど大きなテーマがあります。加えて G20 の直前に G7 も開かれるんですよね。でこの G7 の中ではロシアの制裁、ロシアへの制裁、ウクライナ支援なども確認をされる場だと思います。重要な場なんですね。重要な場でありますけれども、予算の今のこの大事な時期で税法の審議も入ってしまった、大臣が出れないというのは残念ながらこれは一つの判断だと思います。でもだからといって代理が財務官というのは、私は前回も申し上げましたけど、2年前も神田財務官だったんです。で財務官大変優秀な人であるということは承知はしています。だけどさっき申し上げたような大テーマについては、やっぱりきちっと政治家が出て海外のリーダーたちと議論をするということが大事だと思うんです。なぜ副大臣に行かせようという判断をしなかったでしょうか。お尋ねをしたいと思います。鈴木財務大臣。昨年、この財務金融委員会の場で野田先生から、G20、G7 の国際会合、中央銀行総裁会合の重要性を、指摘をされました。その後私もそうしたご指摘も胸に置きながら、この間 G20 には7回、G7 には8回出席をしてまいりました。特にも昨年は G7 の議長国をいたしまして、今回がイタリアにバトンタッチをする最初の会合でありますから、ぜひ伺え参加したいものだと思っておりましたが、国会情勢等もございまして大変残念な思いでしております。結果といたしまして欠席をすることになりました。そして神田財務官を代理として出席をさせることといたしました。副大臣をやはり政治という立場から出席させるべきであるというご指摘でも今ございました。
今かつて副大臣として出席をされた例もたくさんあるわけでありますが、最近を見てみますと、例えば昨年の7月のインドでの G20 会合におきましては、イギリスやフランスなどの財務大臣が欠席をし、そして新潟で行われました G7 の財務大臣中央銀行総裁会合でもフランスの財務大臣が欠席をしたわけでありますけれども、その際にはそれぞれの国の財務官級が代理で出席をしたということで、最近は副大臣が出席する例というのはないとなっているわけでございます。いずれにいたしましても重要な会合でございますので、神田財務官には事前に複数回、打ち合わせをいたしまして、相談すべきことを相談し指示もさせていただきました。必要に応じてまた現地と連絡を取れる体制も取っております。G20 におけます日本のプレゼンスを維持してすべきだと、しっかり対応したいと思っております。また副大臣の代理出席ということにつきましては検討をさせていただきたいと思います。今回は実現できませんでしたけれども、はい、野田君。最近は各国でも大臣が出席できない場合は事務方が出るという話がありましたけれども、あえて日本の場合は政務三役は置かれた、最近近年置かれたわけですよね。でその導入の際にどういうことをみんなが考えたかというと、大臣ばっかり国会で答弁をするんじゃなくて、海外に出てもらうときは副大臣が答弁をすると、責任を持ってもらうと。逆に大臣が海外に行ったとき、行けないときは副大臣が出ていくとかね、そういう意味で政務三役というのは適材適所で選んでほしいという願いを込めてやってきたと思うんです。で実際に赤澤副大臣いらっしゃいますけど、もう当選6回でね、十分大臣務まる力量を持った方じゃないですか。いつまでもね財務官に頼るようなやり方というのは私は良くないと思いますということは指摘しておきたいというふうに思います。では今日のちょっとタイムリーなテーマだったので取り上げさせていただきましたけれども、法案の議論に入っていきたいと思いますけれども、まず令和6年度の税制改正による増減収見込み額はいくらなのか、これは副大臣でも酒税局長でも結構です。よろしくお願いします。財務省青木酒税局長。お答え申し上げます。令和6年度税制改正による国分の増減収額は、定額減税の実施による減収額が大きく、平年度ベースで2兆9000トンで10億円程度の減収、初年度ですと2兆3530億円程度の減収となっております。野田君。個人向け企業向けの減税策が中心となっているので、超単位の減収ということなんですよね。で去年が多分1500億ぐらいの減収じゃないですか。その前が10億ぐらいですね。超単位の減収ってのはこれなかなか大きいと思います。でその中心になっている、柱になっているのが定額減税なんですね。定額減税についてはこの後お話をさせていきたいと思いますけれども、令和6年度のこの税制改正によって国地方の2025年度プライマリーバランス黒字化の達成方針と、これ整合的と言えるかどうかについて、これは大臣にお答えをいただきたいと思うんです。今日も午前中の議論でプライマリーバランスの黒字化については高い成長と、そして歳出改革を一生懸命やるということが前提になっていて、これ実現できるかどうかはむしろ予断許さないというようなお話がありました。という中でこの超単位のいわゆる減収減税を行うということと黒字化を達成しようとすることの整合性についてどのように考えていらっしゃるかお尋ねしたいと思います。鈴木財務大臣。先ほど酒税局長から答弁をがありございましたけれども、今回の税制改正では定額減税や法人税減税、法人減税によりまして約 2.9 兆円の減収が生じると見込んでおります。
定額減税は複数年度にわたって実施することは想定をしていないところであり、また賃上げ促進税制の強化などの法人減税は構造的な賃上げや国内投資の促進を通じ財政の基盤となる経済成長を実現することを目的とするものであって、2025年度 PB 黒字化の目標とも整合的な形で取りまとめることができたと考えております。内閣府の中長期試算においても令和6年度税制改正の内容を織り込んだ上で成長実現ケースで示された成長が実現し、これまでの歳出効率化努力を継続した場合には2025年 PB が黒字化する姿が示されております。ただし野田先生もお触れになりましたけれども、この目標の達成には高い成長率が前提となり、徹底した歳出削減が必要なものでありまして、決して容易なものではないということは認識しておりますが、政府としてはその実現に向けて歳出歳入両面での改革努力、着実に進めてまいりたいと考えております。野田君。国税ベースで所得税で2兆9000億で、いわゆる地方税の方を含めるとこれ9700億かなんかの減収ですからね、国地方のプラマリーバランスの黒字化という意味においてはこれは軽微な数字では決してないというふうに思いますし、さっき大臣ご自身も言ったように高い成長とそして歳出改革を必死にやらなければいけないという前提に立っていて、途中で 大きな補正予算を組んだりしたら到底実現不可能なわけなのでね、そんなことを考えるとですね、全然私は整合的ではないと思うんです。もちろん場合によっては何らかの政策減税が必要だという判断はあると思いますよ、あると思います。一方で逆に負担をお願いするということ の税目もあるはずであって、最近金融所得課税とか全く聞かないんですけど、そういうことも入れて税収中立的な対応をするということもあり得るのに、なぜか減税オンパレードで本当にそれが効果があるのかなと思われる減税が多いのでね、私は今申し上げたような疑問を持っているということを指摘をさせていただきたいと思います。で、改めてありますけど、定額減税による減収見込み額、これを個人の所得税とそして住民税、平年度初年度それぞれの数字をご説明いただければと思います。青木主税局長。はい、国地方分けてそれぞれ申し上げます。まず、定額減税国税の、所得税の関係ですと、初年度が2兆3000トンで20億平年度も同額でございます。それから、地方税はですね、9337億円個人住民税ですね、合わせまして、約 3.3 兆円の、減収ということでございます。野田君。いわゆる減税による減収ということと、先ほど稲富委員も触れられたように定額減税伴うところの要は何て言ったんでしょうかね、納税額が減税額に満たない人たち、要は低所得世帯については給付を行うと予算措置が伴うわけですから、そういうことを含めると財政的な影響というのは5兆とか6兆とかということになると思うんですね。というような定額減税の財政的な影響とはとても大きいということであります。で、当然のことはこれ所得税の減税ですから、私が心配しているのは、東日本大震災の復興財源として復興特別所得税を、所得税の税額に一律 2.1% 上乗せをするという措置を取りました。で、この復興所得税への影響がどうなるのか、どれぐらいの減収になるのか教えていただければというふうに思いますし、それに対する対応もどのように考えているか、それも含めて教えていただければと思います。赤澤財務副大臣。はい、野田委員ご指摘のとおりですね、復興特別所得税は所得税に対する 2.1% の付加税ということです。定額減税による所得税収の減の反射的な影響として、
令和6年度における復興特別所得税は483億円減少すると見込んでおります。で、復興事業を行う復興特別会計においては、復興債の発行を通じた柔軟な資金調達が可能であるため、足元の減収の増減が復興事業の執行に影響することはないということで、まあ、特段の対応ということは考えておりませんけれども、しっかり柔軟に対応できるということでございます。政府としては定額減税による復興特別所得税への影響も十分に考慮しつつ、今後の復興財源に支障が生じることのないよう責任を持って対応していきたいと考えております。野田君。483億円、まあ、500億近いという金額はなかなか大きな額だというふうに思いますので、まあ、特段の支障はないというお話でありましたけど、本当に支障のないようにお願いをしたいと思います。で、それに関連をするんですけれども、ちょうど復興財源のクレームを作ったときが野田内閣でございましたし、その起案といいますか企画を作ったときの財務大臣でございましたので、とても関心があるのはね、この復興増税だけではなくて歳出改革とか税外収入の確保とか、まあ、いろんなことをやりながら、日本タバコの株式を売って売却収入を充てるとかね、いろんなことを枠組みで考えました。で、その中で一つ動き出そうとしているのが東京メトロの株の売却でありますよね。で、これがね、どういう方針なのか、具体的にどういう見通しなのかを教えてほしいんです。で、東京メトロの株は国が 53.4% 保有し、東京都が 46.6% 保有していると。で、その半分を今度売り出すという方針と聞いてますし、東京都の方はそのための予算措置なども取り入れているようであります。で、これが入ってくれば まさにようやく復興増減として、ね、動き出すんだなと。今まで経緯はいろいろあったようでありますし、都と呼吸が合わなかったりしたけど、これだけ今株高になってきたときには、やはり売却の大きなチャンスなんだろうと思います。その辺についてのお考えをお示しいただければというふうに思います。鈴木財務大臣。ご指摘の東京メトロ株式につきましては、東京地下鉄株式会社法により国および東京都はできる限り速やかに売却をすることとされているほか、令和9年度までに生じた国の東京メトロ株式売却収入については復興財源確保法により復興財源に充てるものとされております。ご指摘のとおりであります。またこの株式については新規公開時においては国と東京都が同時同率で保有する株式の2分の1を売却する、その後の売却においては国と東京都の協議を踏まえて対応するとの方針に沿いまして売却に向けた検討を進めてきたところでございます。こうした中で東京都において令和6年度中の株式売却に備えて関連する経費を初めて予算案に計上したと承知をしておりまして、国としては市場の動向等を勘案しつつ東京都とよく連携して売却時期について見定めてまいりたいと思っているところでございます。また売却額は市場調査等を踏まえて決定していくものでありまして、現段階では売却収入については具体的にまだお答えできる段階ではないと思っております。野田君。東京メトロのいわゆる純資産が約6400億円とあるわけです言われていますね。で、その半分を売却するとすると、まあ、約3200億、保有の割合を見ると都より政府のはやや上でありますので、ざくっと言うと今のざくっとした、ね、話だと1700億ぐらい、そうだとは言えにくいかもしれませんけど、規模感としてはそれぐらいのものをイメージしてよろしいんでしょうか。鈴木財務大臣。奥理財局長。お答え申し上げます。ただいま委員がご指摘になられましたその概算でございますけれども、それに関連いたしまして私もただいまご審議をいただいております令和6年度の予算案におきましてもですね、この
東京メトロの株式に関する売却収入の収入見込みというものを計上いたして、歳入見込みに計上いたしておりまして、その額は約1700億円程度ということ、1700億円程度の収入を見込んでいるということでございます。野田君。だったらそんな大臣ぼかさないと言っていただければいいじゃないですか。1700億ぐらい見込めるということですよね。とするとさっき復興所得税の影響減収が、まあ、500億近いという数字が出てちょっと心配になりましたけれども、メトロの株の売却が順調に進めば、それを補った余りぐらい、まあ、復興債の償還に充てられるお金ができるということは確認をすることができました。それでは今回の一番の減収の大きな要因になっている定額減税についてお尋ねをしていきたいと思います。改めてですけど、端的になぜ定額減税を実施するのか教えてほしいと思います。鈴木財務大臣。政府といたしましては、令和6年度は賃上げが物価高に追いつくことができるかどうかの端境期に当たるとの認識を持っております。令和6年に定額減税を実施することで賃金上昇と相まって所得の伸びが物価上昇を上回る状況を作り、デフレマインドの払拭につなげたいと考えておるところでございます。野田君。物価高対策、デフレ脱却、まあ、子育て支援ということを強調されてご説明もされたこともあったかというふうに思いますけれども、政策目的のところに何かいつも説明にブレがあるような感じを去年の秋ぐらいからずっと私は受け止めておりまして、なかなかストンと心に落ちない政策であります。で、もともとがこの減税に総理が触れられたのが思い返すと、去年の10月22日の衆参補欠選挙の投開票日の2日前であったと思います。で、この時は物価高対策の目玉としての所得税減税をお話をされて支持をするということでありました。でもこの定額減税は10月23日の所信表明演説は一言も触れられていないんですよね。唐突に降って湧いたような話だったと私は受け止めさせていただきました。で、しかもこれも午前中議論がありましたけれども、税の増収分の還元ということを盛んに当時は総理が説明をされました。でも財務大臣も税調会長もそれに対しては否定的な解釈を述べられて、いつの間にかこの還元という言葉が消えてきたというふうに思います。ということで、去年の秋から今日至るまでに何か一貫性が感じられない、ある種深い洞察に基づいた税制改正ではないという印象を拭えないで私は持っておりますけれども、そうではないということを財務大臣お話しできますか。鈴木財務大臣。定額減税が、決定されるまでの過程につきましては、今野田先生がおっしゃったことは大体その通りの経緯であったと思い起こしております。ちょっと具体的なことを申し上げますと、この定額減税の方向性につきましては、昨年の10月26日政府与党政策懇談会において総理からの検討の指示があり、与党税制調査会幹部における検討を経て11月2日にデフレ完全脱却のための総合経済対策として閣議決定をいたしました。閣議決定の前後にわたり国会でもご議論をいただいた上で、具体的な制度設計については閣議決定した方向性に基づきまして与党税制調査会でご議論をいただき、12月22日に令和6年度税制改正の大綱として閣議決定を行ったものでございます。定額減税について方向性と具体的な制度設計の2段階において、与党税制調査会等にもご議論をいただいて、丁寧なプロセスを経たものと考えているところでございます。政策目的については先ほど申し上げたとおりであります。野田君。
さっき申し上げた通りですね、その税制のまさにキーマンである、まあ、言い出した総理大臣はもちろんですけど、政府の側では財務大臣、党の側では税調会長、還元という言葉一つについても何かチームとしての一体となった発言とは思えなかったということなども含めて、印象としてはやっぱり総理が一人で走って言い出してしまったのかなという印象を残念ながら持っています。で、その上でですよ、効果があるのかない、どうかなんです。で、定額減税の実施プロセスというのは、要は6月以降支給される給与とか賞与の源泉徴収税額から控除をするというやり方でスタートすると思います。で、減税額が例えば本人3万円、家族例えば3人いたら4人家族で12万円、こういうものを控除しきるまで控除が続くというやり方ですよね。ざくっと言うと、まあ、単身だったら分かりやすいんですね。単身だったら例えば月々の源泉徴収が2万円だとすると、3万円控除しきるには一月では終わらないから7月まで行くということじゃないですか。で、4人家族だと国税でいうと12万円になりますよね。12万円で6月に2万円までしか控除できないとすると、8月、9月、10月、11月というように、どんどんと後ろにずれていくんですよね、期間が。で、11月までに控除しきれない場合は年末調整で控除をすると、それでも控除できない場合は給付にすると、この段取りというかプロセスで間違いないですよね、大体、まあ、いいですね、はい、ということはね、ということは収入が多くない世帯ほど支給に時間がかかるんですよ。所得の多い方は一発6月控除終わるかもしれないけど、そうじゃない方の場合はどん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 後ろに行く、で、細切れに手取りが増えるというやり方というのは、これ実感が薄いと思います。で、これではやっぱり給付に比べるとはるかに効果が薄くなると思いますけれども、大臣のお考えいかがでしょうか。青木主税局長お答えします。税額の少ない給与所得者におかれましてはですね、ご指摘のとおり、まあ、6月以降定額減税の控除額が、まあ、引き切れるまで、毎月減税が行われることとなります。で、その間、それまで、まあ、毎月徴収されていたその源泉徴収税額がある意味毎月ゼロになっていくということでございますので、手取りの増加を、まあ、継続して感じていただくこともできるということは、そういうメリットがあるというふうに考えております。またボーナスを受け取る月についてはやはり源泉徴収額が大きくなるものですから、減税される金額も当然大きくなります。で、その効果を、まあ、よりこの定額減税の効果をより実感していただく、ためにですね、まあ、今回ボーナスを受け取る方が多い6月から、支給開始をさせていただいているところでございます。野田君。どう見てもですよ、恩恵を受けたなという実感を受けるのは一遍に給付だと、スピーディーですぐ効果が発現するのは給付だと。それに比べれば今いろいろご説明されましたけれども、効果は明らかに薄いと思いますということは強くしておきたいと思いますし、主税局長も本当はそう思っているのではないかと思います。まあ、表情に出さなくて結構でございますけれども、でありますけれども、さらにちょっと加えてですけれども、この定額減税は、所得制限を設けていますね。合計所得金額1805万円、給与収入にして2000万円相当超の高額所得者は減税の対象外となるということでありますが、一方で今回の税制改正の中でストックオプションを行使した場合に受けられる権利行使価格の上限を現行の1200万円から年間3600万円に引き上げて、富裕層を大幅に税優遇するという措置が取られていますけれども、これは矛盾する考え方ではないですか。鈴木財務大臣。今回のストックオプション税制でございますが、これは
スタートアップをこの盛んにしていきたいという、まあ、そういう基本的な考えがございます。このストックオプション税制における年間の権利行使価格の引き上げにつきましては、スタートアップ育成5カ年計画の期間にある中で、スタートアップを集中的に支援するという考え方のもと、スタートアップが付与したストックオプションに対象を限定をして、リスクを取ってスタートアップに参画する方の後押しをするという政策効果のために行うものであります。従いまして、単に富裕層を優遇するためのものとは考えていないところであります。野田君。はい、定額減税実施に伴う事務負担について次お尋ねをしたいというふうに思います。1回限りということでございましたけれども、この1回限りの減税のために給与計算などのシステムを改修する費用が発生をするということになります。で、これはコストの面ですね。加えて、事務作業としても、年収、賞与、扶養人数などによって一人ずつの計算が異なってまいります。これ大変煩雑だと思いますね。この負担感も大変大きいと思います。企業、自治体、その対応というのは本当にご苦労されるのではないかと思います。確定申告が3月の中旬に終わった後、この定額減税実施に向けてこの負担感に直面しながら準備に当たっていくんだろうと思います。給与支払い明細書にも、そこの額を明示しなきゃいけないとかね、いろいろと煩雑なことがいっぱい出てくると思うんですけども、私は、要は労多くして功なしっていうのはこのことを言うんじゃないのかなと思います。事務負担があまりに大きすぎるんではないでしょうか。大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。鈴木財務大臣。今般の定額減税の実施にあたりましては、企業、それから自治体をはじめとする皆さんに一定の事務負担をお願いしなければならないということは事実であります。このため、企業や自治体の事務の実態でありますとか、実施上の課題等をできるだけ把握をしながら、企業や自治体が早期に準備に着手できますよう、パンフレットや Q&A 等を迅速に策定公表をするとともに、新規雇用者につきまして前職での減税適用の有無の確認を不要とするなど、事務負担に配慮した制度設計を行ったところでございます。さらに申し上げますと、以上でございます。野田君。企業の経理の担当をされる方とか、自治体の担当をされるような方、あるいはそういう皆さんに指導したりするようなお立場の税理士の皆さんなどなどが、相当にこれは大変だというような予想をされています。しっかりと政府も周知をしたり、あるいはその仕組みについての理解を求めるために、本当にあらゆる努力をしないと混乱が多いと思います。そのことは付け加えさせていただきたいと思いますし、むしろ混乱と言いましたけど、むしろやめた方がいいと私は思っています。で、次にですね、これ一番最後の税制改正の後段のここに書いてありますけど、防衛増税の件で、これ実施時期がまた伸びていますね。減税はどんどんとオンパレードですぐ実施なんですけれども、負担に関わるような問題というのは先送りをするというのが私はこの政権の特徴だと思います。本来ならば防衛費を増やしていく、中身はどうなのかしっかりと吟味をして予算をつけていく、そしてその上で財源もセットで、これ3つ一体でね、議論を進めるというのはあるべき姿だと思いますけれども、残念ながら規模ありきで、要は防衛費額だけが先行していって、財源の方がずっと後についてきている。でも間違いなくね、タバコ税とそして復興所得税が流用をされて変わっていく、あるいは、もう一つ何かありましたね、3税目あったじゃないですか。法人税、税目は限られてて上げることは決まってますよね。いつかだけが決まってない。
というわけじゃないですか。前もこの委員会で言ったかもしれませんけど、今回は一回国費の定額減税やったとしても後ろに防衛増税は控えているし、あの少子化対策での負担増も考えられるという、額はよくわからないけど負担増もあるということは、当然国民感情としてはね、もう手放しに消費にお金を回す、可処分所得がちょっと増えたからといってお金を、ね、消費に回すという感情にはならずに貯蓄に回してしまうんじゃないか、政府のそろばん感情と国民感情に大きなギャップがあるというのはこの関連だと私は思っているんですけれども、改めて防衛増税の実施時期についてのいわゆる一定程度の見通しがあるのかどうか教えてほしいと思います。鈴木財務大臣。防衛力の抜本強化はこれは喫緊の課題でありまして、これを安定的に支える財源の確保、これは避けることのできない重要な課題であると思っております。そしてその財源確保のための税制措置の具体的な実施時期についてでありますが、これは令和9年度に向けて複数年かけて段階的に実施するといたしました令和5年度税制改正大綱等の内容を踏まえまして、与党税制調査会において議論されるものと承知をいたしております。引き続き与党と緊密に連携してまいりたいと考えております。はい、野田君。私はですね、所得税減税の日本の過去の歴史とかこれまでの議論を聞いてもあまりかつても効果があったことはないように思うんですね、日本の場合は。でなぜかなと思うと、アメリカで例えば所得税の減税をやった場合にはね、割とちょっとまあ国民性を失礼な言い方ではけなしてはいけないと思いますけど、お金が入ったら使うタイプの国民がいっぱいいるんじゃないかなと、刹那的に。で日本人の場合はね、日本人の場合は減税と言われてももうちょっとライフサイクルを考えながら慎重に判断をするタイプの人が多いように思うので、簡単に所得税減税と言ったって効果がないし、さっきのようにその効果が細切れで後ろに伸びていくようなやり方だとなおさらね、所得税減税の恩恵感を持たないで使わない人たちが多いというイメージを私は強く持っています。これはちょっと通告になるかもしれませんけど、その所得税減税そもそも効果があるのかどうか、定額減税に限らず所得税減税全般についてはどういうお考えでしょうか。鈴木財務大臣。所得税減税、国民性にもよるのではないかという先生の話がございましたが、やはり税負担というものはこれは国民にとっても関心の高いものであると思います。そうした税負担を一時的であれ、それから継続的であれ、この低減するということは、これは消費の面などについて一定の影響を与える、効果を与えるものであると、そのように認識をいたします。野田君。一定ということであって、そんなに効果はね、私はやっぱり今までなかったし、ましてや今回の定額減税はもっと後悔がないのではないかということであります。で最後にもう一つだけ質問しておきたいのは、2番目に減収の規模が大きいのはこの賃上げ促進税制ですね。これも本当に効果があるのかなと思うんです。2013年に安倍政権の時に初めて賃上げのための税制措置が取られたんですね。で以降累次にわたっていろんな改善が行われつつあると思いますけれども、私も最初はですね、賃上げのためにはあらゆる政策を総動員しなければならないと、そのために税制というのも一つの道具だとは思っていましたけれども、本当に効果があるのかなと思います。賃上げ税制があるから企業は賃上げをするというよりも、物価が高くなってきているから賃上げをせざるを得ないとか、あるいは人が離れていく、離職をしてしまうとか、新規に人が入ってこないからなどという理由が私は賃上げの主たる要因であって、減税措置があるがゆえにそれは賃上げをやった、それで減税の恩恵を逆に受けていると、減税があるから賃上げという
因果関係が本当にあるのかなと、その関係は私は疑問に思ってるんです。それは大臣お考えいかがでしょう。鈴木財務大臣。ご指摘のとおり、岸田政権において賃上げは最重要課題の一つでありまして、あらゆる政策を総動員をするということを言っております。従いまして、この賃上げ促進税制といった税制面からもこの賃上げを目指していくということが基本的な考えでございます。で、令和4年度にこの賃上げ促進税制を抜本改正といいますか、強化をいたしました。これによって幅広く企業の賃上げに活用されたと認識をしておりまして、30年ぶりとなる昨年の高い賃上げにも一定程度寄与しているものと考えております。その上で、今までの賃上げ税制を点検をいたしまして、効果等も含めて、それを反映させるこの立場で、賃上げの今回の改正において賃上げのインセンティブ強化の観点から、一定大企業には新たに 7% までの高い賃上げ要件を創設するとともに、教育訓練費にかかる上乗せ特例について、その活用を促して人への投資を促進する観点から、適用要件の増加率の緩和を行うことといたしております。今回の見直し、これは賃上げや人への投資の加速に向けたインセンティブが強化されることとなると考えておりまして、物価上昇を上回る持続的な賃上げの実現につながることを期待をしているところであります。野田君。時間が参りましたので、馬場雄一委員の前座を終わりたいと思います。ありがとうございました。今見ていただいたのは、野田佳彦さんによる政倫審の質問であります。まあ野田さんっていうと、政権脱落させた張本人で、原発もそんな反対じゃないし、あるいはTPP も推進しようとしてた方だっていうので、なかなか、評価が分かれるところで、ございますけども、演説はうまい。私何回聞いたかな。2012年の総選挙、政権交代して安倍さんに戻った時は、八高前で、したんですけども、どっちが与党でどっちが野党か分かんなかったですけど、野田さんの演説は完全に野党モードで、ございまして、プロレスが好きなんですよね。プロレスが。解散総選挙の時、2012年、頭の中ではプロレスの音楽が流れてきて、ファイト、ファイト、ファイト、それでバーンってやろうとしてたんですが、やられ返してしまったんですけども、まあ質問は、総理ご経験者だけあってお上手ですね。お上手。なんで？だって総理ってさ、もういろんな質問を受けなければならない。もう、こう防御しなければならない。その防御が今回は反対で攻撃ができるということで、ございまして、野田さんようやったわと。最近、まあ、後でまたやりますけども、野田さん、野党の質問者としてはすごいいいなと、輝いているなと思います。では、失礼します。